何年住んでるのかなって。そうそうですね。まあでも、チュンリーとしてのプレーはもう一級品なんで。そうですね、ここは見ていきたいところです。さあここはガンガン攻めていく。 PA はもう先に今先手を取って、まあね、ゲージがない状況で先に PA をして攻撃力を上げようという作戦ですね。三角跳びは中盤で落とす。ナクルズチュアシ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 ガードチュアシブロー。さあここは読み合いで突進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 。さあ PA2 回目。一応破産とかが飛んでくると捕獲は入ん。うわマジかマジかマジか、うますぎる。差し返して、確か発生突進って7か8だったんですよね。八景に差し返すの超むずいですよ。超むずいですよね。超むずいです。なんか中足とかだったら分かるんですけど、八景やばいですね。やばいですね。まあここは落ちてちょっとゲージを貯めつつ逃げながら、で一応その、あのしゃがみ壊しが非常に機能すると、はい、差し返せるんですよ、しゃがみ中継に。なるほど。で悪くても相打ちになっちゃったりもするので、ここは凄まじい強さですね。圧倒的な。まあ、ただゲージが2本あるので、さあここで開幕に中足放浴戦。固くないうちに早めに当てないとってところはありますね。さあ、置き攻めは投げを選択。5番有利を持って、色投げ。さあ、台形埋めて、左右の膝。さあ、円台形。さあ、立ち中継入って、台番。さあ、ここはガンガンチュンリーの間合い。もう1本使ったが、もう2本溜まっている。中足中継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 レバーライン。台形。さあ、これは結構ライアンがかなりいい状況になりましたね。いい流れですね、これ。さあ、迂闊に開幕 PA とかもね、できないと思うので。さあ、ダッシュ台形中足ハッケ。さあ、ちょっと砲翼までは出なかったが、さあ、移動だけ。さあ、ここは漏れたところに中継突進連達。 PA1 回、さあ、PA2 回。さあ、ここはダッシュは投げ返す。さあ、円中継円中継中足砲翼減らない。でんでん大大は追い打ちにして、レバ台中足中足あるぞ。中足放浴戦。さあ、ダメージリードライアン。ここは読み合いになる。ここからが勝負ですね。さあ、もう一本作れれば。さあ、これはおっと、お互いに落ち着いて、ジャンプ中継ジャンプ中継ジャンプ中継。さあ、向こうもゲージが溜まる。さあ、これワンブロの勝負か。さあ、ここでここで差し返す。レバダイのスカしっかり見て連突。勝ったのはナインロード。さあ、じゃあ続いてどこ行きましょうか。